はい、全国津軽三味線コンクールの優勝者、はい、おめでとうございます。本田小平くんです。おめでとうございます。どうですか、優勝大会ちょっと振り返って、うん、そうですね、いや正直取れると思わなかったです。おお、謙虚だねやっぱ優勝して変わりましたか、なんかなんかちょっとずつ時間湧いて、うん、おお、やっぱちょっとね自信つきました。おお、違うよね。いやちょっと本田くん優勝するまでの道のりは相当、そうなんですよね、長かったんですよ。ちょっと経歴ご紹介しましょう。はい、はい、まず大阪の全国大会で一般の部、はい、準優勝。おお、素晴らしいですよ。大賞の部、はい、準優勝。まあ、で名古屋大会の A 級、はい、準優勝。で東京大会準優勝を計3回。ありがとうございます。決勝進出が合計8回。これまでは優勝というのは1回もなく、そう、人生で初めて。部門で、書き初め大会とかない。下手だった。優勝しなきゃダメよ。そうですね、大会出るんだからね。やっぱ世の中、まあ、優勝優勝でも言うてますけどね、もっと大事なことっていっぱいあると思うんですよ。どうした、気持ちとかお客さんを楽しませるものとかいっぱいあると思うんですよ。なるほどね、ごめんなさい。そうでしょ、なんかいろいろあると思うんですよ。あれやろ、どうした髪の毛走ってる瞬間に頬ずりしたわけじゃない。違う、もっと大事なことあるでしょうが。あ、俺となんか勝負せんかい。確かに今日勝政君が本田君と勝負して勝ったらもういわゆる俺チャンピオンでしょ。そうですよね、応援してこそのチャンピオンですか。じゃあ今日の空気やっちゃいましょうか。やっちゃうぞ。ここまで持ってくる流れはもう最低でしたけど、ここから挽回してもらいましょう。対決、変顔対決。持ってます？え、この自分が持ってる変顔ありますよ。あるんかい。さあ、じゃあチャレンジャーの方からスタートしていきたいと思います。それでは行きましょう。あ、顔の筋肉を整えた。もう始まってます？ストレッチがすごいね。ストレッチが顔の、いきますよ。3、2、1。おー、素晴らしい。ちょっとボディーブローが入ったってことですね。チャンピオンではいよいよチャンピオンの、はいはい、行きましょう。3、2、1。ありがとうございます。さすがチャンピオンという、まあ、1ラウンド目からちょっとね、かなりストレートを食らってしまった気がしますけどね。ちょっと見えました。それでは審査員のお二人、せーの、本田さんです。チャンピオン。おめえ、一ポイントいけるじゃん。あれですね、チャンピオンとしての余裕といいますか、まだちょっと彼、あの、出し切れてなかったじゃないかなと思いました。普段から吹っかけて多い。第1回戦、わさび寿司対決。これはダメでしょう。一個多いですね。あ、もしかしたら、コープでちょっと一口食べていただいて、わさびなのか、もしかしたらずんだかもしれない。あー、美味しい美味しい。甘い、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 おはぎなんで。じゃあ、じゃあ、これじゃあ、レモンお手本ってことで。お手本でね。お手本ってことで、お願いします。全然大丈夫です。でも全然、あ、あ、メンタル強め。もう一回にしとかない。いいですね。できたらね、カメラの前でリアクションしてほしい。向こうに行っちゃったらもう。まあ余裕でしたね。はいはい、あ、さすがさすが。さすがですよ。さすがです。はい、もらいましょう。お願いします。まるっとどうぞ。いただきます。よーい。はい、一応ね、水もじゃあ持ってきていただいて。いや、もう普段通りですね。お二人とも小顔が全然普段通りで。すごくうまいんでしょうかね。感動の涙が。ごちそうさまでした。おお、すごいです。ちょっと風邪かな。ね、流行ってますからね。あんまりこんなことする人間近で見れない。面白い。そうそうまで。
でした。おー素晴らしいですね。今のもちょっと考えて。すごい対決だったと思いますよ。壮絶なバトルや。いや、大したことないですよ。絶対系だよ。それでは、勝者はどっち？次のゲストはあなただ。あなただのか。またねー。